さっさと仕上がれ。調子に乗るなよ、カロット。仕事ですよ、皆さん。正義のためにそういうやつだ。遂行する。ベジータ？ブルマか。ベジータ、私のこと守らないと承知しないわよ。昨日三人目作ったこと内緒にしろよ。3人目、お名前は何なんですか？3人目そんな今、みんながいるところで3人目、ウィス、名前考えてあげるか。ティーバックとか聞いてたんだな。いいね、ティーバック。ティーバックいいわね、それいいな。履いてみたかったんだ。履いてみたかったって何を言ってるんだ、貴様。俺の娘を履こうとしてるのか。あれ、我慢汁1号さ。お前やめろ、ウィス。パンデルさん、これだ。マジか。てんちゃんどうしたの？てんちゃん発射台の方に向かって O2 のやつをあのパンデルが直してて、パンデルが発射台の方に向かうから僕ついていこうと思ったら、パンデルの死体があって横にパンデルがいて、なんで？あのそれ化けてるんじゃない？あーなるほどね。だから今いる場所どこだ？今いる場所どこだ？ガールームあたりかな。俺はあのビーズ様とちょうど発射台に向かっていた、ね、2人で。だね、後ろもなんか確かに前に誰かいた、でも誰かが思い出せない。俺は温室にいた。温室？本当か？貴様らバカか。そんなよりも簡単にインポスターを見つけられる方法があるぞ。ほう、なんだ？何？よし、インポスター、怒らないから手を挙げろ。何言ってんのよ、ベジータ。なんだ、俺が一番早いだろう。ベジータお前頭いい。なんだあろう、バカは置いといてピッコロどこにいたの？ピッコロはあれ、ピッコロはじゃねえや。間違えたじゃねえか。ピッコロはどこにいたんだ。気持ち悪い、気持ち悪い。ピッコロ様はな、今通信室のとこにいたぞ。ベルスは？ベジータとブルマとオフィスの方にいたな。確かにな。そうね、ブルマもオフィスにいたわ。じゃあ誰？お相手は何か強いこと。私とクリリンさんがご一緒にゼオ様の発見位置に向かう時、はい、ゼオ様が私たちより先に行ったじゃないですか。いや違う、だってパンデルが O2 のやつ直してるの僕見たんだよ。おいウィス、お前ゼオ様を疑ってるんじゃないだろうな。こんなバグったキャラちょっと消しといた方が良くない？確かにな。そんなこと言うの？あれちゃう、疑うべきはシェイプシフターが誰かっていうのと、禅王様の、ね、あセルフかも。そうだ、あのなんだかんだ言ってベジータの方もなんだ石こいてるように見えるんだけど、気のせい。どこに俺が石こいてると言うんだ。ベジータが頑張ってるのは動画に乗るためだ。なるほどね。爪痕を残そうとしている。爪痕を残そうとしてるんだ。大事だそれは。なあビルス。そうだな。禅王が先にパンデルを見つけて、その後ろにウィスとクリリン。俺たちが向かってる前に禅王様が立ってて死体もあって、もう一人いたのは見えてんだよ。でもそれがシェイプだったらもう分からん。僕が先に行ってないんだよ。パンデルが先に行ってるの後に僕がついてった感じだから、なんで死んでんだよっていう。難しい、分からないわ。もういい、インポスターは手を挙げられ。何言ってるの君。くっそ、あれが。まあでも小さな犠牲だからね。小さな犠牲。どこ、ピッコロさんはどこにいたんですか？通信室で、通信。命を何だと思ってるんだ。誰かすれ違った？見てないわね。一人でいたのはガンマとピッコロ。タスクやるよりも連れていく方がおもろいかなと思って。わかった。いや僕は怪しんでくれて構わないけど、僕は普通にタスクするからね。残業になっちゃうんで早く押してください皆さん。上にあるんだタスクが。上にタスクがあるのね。上と二人きりになろう。周りに人がいるな。仕事してください皆さん。仕事してください。すいません、はいはい、はい、すいません。仕事してください、ちゃんと、はい、まあ、発射台の光の原子炉いたぞ。あ、映画のピッコロかっこよかったね。やろ、オレンジピッコロ。僕も終わったよ。僕も上行く。あ、ベジータ。ベジータうるさいから消されたね。体重とか測るやつわかります？犬室だ、ね、スキャンするとこ、で、ぶっ倒れてました。発射台の一人が消えて、原子炉に人が現れて、でビルスと見に行こうって禅王が前から来て、あ、禅王かなと思ったら、ここにヘドがいたんだよ。コロとヘドとビルスは無理。なるほど。俺はちゃんと仕事をしていました。クリリンもいたのか？いた？え？いた？いや、ないぞ。いない。いたぞ。禅王様とすれ違いましたよ。クリリンさん、最終位置は？禅室の上のドア。女性室、確かに僕が最後に入った。
見てない。見てない。クリリン見てないぞ。なんでですか？思いっきり仕事をしてくださいって言いながら歩いてましたよ私。声すら聞こえなかった。そうですね、クリリンさんあのすれ違う時に皆さん仕事をしてくださいと呼びかけをしてたはずですけどね。なるほど。ガンマどこにいた？これはバルコニーのところであのなんか地球儀みたいなやつになった。テテリアから出ようかなと思ったらブルマと出会ってガンマがいたわ。管理室からカフェテリアに行ってカフェテリアにある自動販売機のタスクをしていたわね。私はあの一番上の場所からあの2つに二股に分かれてる道を右に来て医務室に入った時に発見ですね。その時誰ともすれ違ってないので誰も疑いようがないんですよね。セルフっていうことも考えられない。まあそう言われちゃうとそうですね、なんとも言い難いですけどね。今日はうまくやり過ごしているということだ。テープシフターがいるからやっぱ一人一人喋りかけないとダメだね。そうだね。でもさっきのクリリンさんみたいに喋りながら歩行していただければ仕事してください。とりあえず今回もスキップ。まあ怪しいのはウィスクリリンガンマ1号。なんで俺が入ってるんですか？僕がバイタルだ。そうなの。すぐ教えてね、誰かがキルしたら。あ、2人死んでるぞ。え、ブルマが死んでる。ブルマと誰だ？わかんない。ラーメン食いすぎた。2人死んでるぞ。2人死んでる。ビル様働いてください。お働きましょう。ナイスだ禅王様。2人死んでるってビルスが言ったから俺もそれ聞いたんだけど、クリリンにあのずっとラーメン食うと吐きそうって言ってた。ずっと。いや僕ね、上でウィスとピッコロを見たな。ちなみになんで俺の名前を出してくれてるんですか？最後の最後でクリリンさんと言いましたね。いました、いました。仕事しましょうって誘われました。ビルス様が、俺がクリリンと話してる時にビルス様が教えに来た。ビルスは科学者、二人死んでるって言ってすぐに僕はカフェテリアに行ってボタンを押しに行ったから。死体はどこにあったか誰かわかんないですかね。わかんないんだよ。わからない。この場合はそれも2人ダブルキルの可能性が高いだろうね。ウィス様とクリリンとビルス様は上にいたよな。そうですね、ウィス様はど真ん中で突っ立ってて、クリリンさんはあの先っぽの方に王室にいらっしゃったので、ここで釣らない方がいいと思う俺は。いや待って待って、次一人待て。ピッコロはどこだった？上、上。釣らなかったら終わりじゃないですか。そうだ、ブルキルされたら終わりだよ。あ、でも釣ったら一人殺されて終わりじゃない。管理室とから温室までずっと俺とピッコロは一緒にいました。で、ガンマ1号はどこにいたんだ？テテリアからあの魔法瓶パン粉の下のところで線をつないで、その後あの原子炉と研究室のところの方まで行って、ちょうど線を紫色をつなぎようとしたのに。今回ダブルキルしてるからさ、2人で行動してるやつが僕怪しいと思うんだよね。そうってなるとピッコロとクリリンが怪しいんじゃないか。そう気になるな僕。え、でもピッコロさんと俺らがいる時にウィス様とビルス様いたぞ。その前じゃない。もうあそこのカフェテリアから出て俺は上に向かったんだけど、そこで仕事してくださいって言ってブルマが分かったわって言ってまた右に戻っていったんだな。そうだね、カフェテリア戻っていったね。カフェテリアで死んでる可能性が。ゼオ様はずっと僕と行動してたからね。孤立してたのはガンマさんだけですか？そうだね、ガンマ。時間的にどうなの？リキルできそうな時間だった。ウィス、お前が結構大事なキーなんだが、キルした後に俺とピッコロの後に来た可能性もゼロではない。クリリンさんと会ったのが最後なので、合流したのは後からなっちゃうかもしれないんですけど、でもそれを言ったらね、単独なんですよね。それを言ったらだからビルス禅王様ペアも怪しいっちゃ怪しい。あのこれダブルキルで確定でいいんですかね。そこで僕を疑うということは僕クリリン怪しい。あ、僕もクリリンだと思うねこれは。だって僕たち、だって科学者で。どうする10秒で入れましょう。入れましょう。あー、これ、あー負けたわ。ゼオ様消しちゃうんですかクリリンを。ゼオ様頼みますよ。そういうこと言っちゃうんですね。公務員なのに。これで一人連れてればいいんですよね。これで一人連れてるはずだね。あと一人誰でしたっけ？あと一人？はいか。え、あ、これ。ありがとうございます。マジか。禅王様が見たパンデルは俺だ。うわー。ごめんクリリン。ひどいじゃないですか。パンデルごめんな。パンデルごめんな。いや、うまいじゃないか。ひどいじゃないですか。善良な市民を。